本選手権1万メートル男子2組がスタートを切りました。合わせて31人、そのうちの2人が順位のつかないオープン参加です。画面の下で出場する選手をご紹介していきます。グレーに色が落ちている田中は欠場が発表されています。まず前を引っ張っていくのは胸の番号が1番です。1番をつけていますケモイです。この選手がオープン参加です。そして日本選手では胸の番号30番の丸山が前の方に行っています。日本選手権の男子1万メートル1組のレースは先ほど終わりまして、こちらがランキングで言いますと上位の選手が集まります第2組です。オープン参加の2人を含めて31人がスタートを切りました。もう縦長になっています。この1周1分5秒で通過をしています。解説は引き続き岩水義孝さんにお願いをしてまいります。さあ岩水さん、まず整理をしていきますと、はい、世界選手権の代表内定もかかってきます。男子の方では参加標準記録を持っているのは駒澤大学の4年生田澤廉、この1人だけですね。はい、はい、でその他の選手であればこの27分28秒00このタイムを記録した上でこのレースで3位以内に入りますと世界選手権代表内定です。で田澤に関してはすでにこの記録を持っていますのでタイムに関わらず日本選手権3位以内で代表内定ということになります。はい、ですからその他の力のある選手にとってはですねタイムも順位も必要ということになりますね。はい、田澤君にとってはもう3番入れば OK ですから。はい、まだ標準記録切ってない選手に関してはうまくこのケニア人の外国人の選手と一緒に積極的なレースをしてほしいと思いますね。田澤は今顔が見えました。大きな集団の中のちょうど真ん中ぐらいに位置をしています。この1周も1分5秒で行きました。1分5秒で通過をしています。世界選手権の参加標準記録は27分29秒00です。1周1分6秒というペースを続けていきますと25周しますと27分30秒ということになります。ですので66秒のラップを刻んでいって最後の1周64秒で上がれば27分28秒00というタイムが記録できるということになってきます。さあそしてこの縦長になってきていますがこの中では非常に注目になってきます伊藤達彦選手、ホンダの選手ですけれども今前から9番目ぐらい、その後ろぐらいを旭化成の相澤晃選手が走っています。相澤はこの1万メートルの日本記録保持者です。そして伊藤達彦は去年のチャンピオン、歴代3位のタイムを持っている選手です。そして今画面で紹介しています中村隆弘選手、31番胸のナンバーをつけていますが38歳の市民ランナーです。京セラ鹿児島に所属しています。先月24日の岐阜清流ハーフマラソンで日本選手トップ、あの佐藤悠基選手を抑えて日本選手トップになりました。こういった市民ランナーも参加しています。その中村こちらです。胸のナンバー31番をつけている38歳のベテランです。この中村が岩見さんかなり前の方でレースを進めていますね。はい、そうですね、積極的なレースを繰り広げてますね。はい、実業団所属の選手がほとんどですがこの中村は市民ランナーです。会社の同好会で夜走っています。そして今中ほどこの駒澤大学の藤色のユニフォーム、こちらが田澤廉です。この選手が去年の12月27分23秒44という日本歴代2位のタイムを記録しました。これが今年7月のオレゴンで行われる世界選手権の参加標準記録、これを突破しています。この選手の中では唯一参加標準記録を持っている駒澤大学胸のナンバー2番田澤廉です。この1周も65秒1分5秒で通過をしています。4周1600メートルの通過です。さあレースとしては縦長になりました。今画面の左の方で伊藤達彦と相澤晃の姿を捉えています。その後ろに田澤が位置をしています。オープン参加の2人が引っ張ってその後ろには縦長に続いていますけれども伊藤達彦と相澤晃、そして田澤廉というのはちょうどその集団の真ん中の少し前ぐらい8位9位10位あたりを走っているということになってきます。さあそしてオープン選手の2
2人がケニア人の2人が前に行って、その今レースの中では3番目前の方を走っているのが腰のナンバー4番の中村貴博です。市民ランナーの中村がレースを前の方で引っ張っています。一番前を走りますケモイ、それから2番目のカンリエ、この2人のケニア人には順位はつきません。オープン参加の選手たちです。まもなく 2000m の通過です。世界選手権参加標準記録のペースよりも速いペースで通過をしています。この1周は1分7秒ということで、これまでよりは少し落ちました。さあ、岩水さん、このレースの序盤はどうご覧になってますか？はい、そうですね、今も少しケニア人の2人と、はい、空いてますけど、ペースが少し安定してないのかなという印象ですね。そうですか、はいはい、少し、まあ、2000m も2秒早いんですけど、はい、ここをもうちょっと詰めてほしいですよね、日本人も、はい、少し空いてきましたね、はい、空いてますね。せっかくいいペースで行ってますので、はい、2000m までの 1km、1000m に関しては2分44秒でそのラップを刻んでいます。オープン参加の2人が引っ張って、市民ランナーの中村貴博がそれについていきます。日本選手の実業団の選手の集団はその後ろにできています。ちょっとその間が空いています。中村が前を行きます。あ、前に行けと言ったのはカンディエです。カンディエが少し位置を下げました。カンディエはどうでしょう、後ろの集団を引っ張ろうという意思でしょうか？そうですね、ペースメーカーではないので、はい、ただ日本人と一緒に行きたいっていう、一緒に走りたいっていう合図かもしれないですね。レースの中で2番目を走っている日本選手トップの中村貴博はこの1周1分7秒で行っています。世界選手権の参加標準記録27分28秒00を出すためには1周66秒1分6秒のペースを刻んで最後少し上げるという必要があります。田澤の顔が見えています。駒澤大学胸の番号2番です。そして左の方胸の番号12番が塩澤和也です。田澤は箱根駅伝今年2区区間賞を取りました。日本歴代2位のタイム、去年の12月この1万メートルで記録をしています。先ほど顔が見えた富士通の塩尻です。塩尻和也が先ほど顔が見えてきました。さあ、オープン参加のケモイが引っ張って、市民ランナーの中村、そしてカンディエが続いて、それに続くのが胸の番号21番は大阪ガスの野中です。この1周は1分7秒から8秒です。さあ、日本の選手等が変わりました。大阪ガスの野中が出ています。そして腰ナンバー2番が見えています、ホンダの3年目の川瀬です。三重県出身の川瀬が今前の方でレースを進めています。あ、そして中村はかなりこれ後ろの方に位置を下げていきました。田澤はこの位置、今腰ナンバー16番が見えています。駒澤大学の藤色のユニフォーム、その前を走っている小柄な市田隆がいます。その前に相澤がいて、その前に伊藤がいます。伊藤達彦と相澤明、そして市田隆と、そして田澤、この4人がいます。まあ、有力な選手、日本歴代1位が日本記録を持っている相澤、2位が田澤、そして3位が伊藤達彦ということになりますが、岩見さん、その有力な選手がこの前から、そうですね、8番目ぐらいのところで固まっていますね。そうですね、おそらくケモイ君とカンディエ君のペースが安定してないんじゃないですかね。はい、日本選手のトップはこの1周1分5秒でいっています。星ナンバー6番白いユニフォームがホンダの伊藤達彦です。社会人3年目の24歳です。浜松商業高校から東京国際大学、箱根でも活躍をしました。去年の日本選手権のチャンピオンです。東京オリンピック、この国立競技場で1万メートル日本代表としてレースをしました。同じく東京オリンピック代表の相澤明がその後ろを走っています。胸の番号13番、東洋大学で箱根駅伝で活躍をしました。伊藤達彦と相澤明はその箱根駅伝ではつばぜり合いをした、そういった間柄です。その2つ後ろ、駒澤大学の田澤廉、この選手が選手の中では唯一世界選手権の参加標準記録を持っています。去年の12月に記録をしています。3600メートルの通過です。オープン参加の2人に続いて
ブルーのユニフォームを着ている選手がいます。 YKK の森山慎吾です。社会人2年目の23歳、森山、長身な選手がいます。その後ろに野中がいて、胸の番号30番はトヨタ自動車移籍今シーズンしました丸山達也です。この1周のペースは1分8秒ということで、ちょっとペースが落ち着いてきました、落ちてきました。この1周はペースが少し落ちたというこのレースです。どうでしょう、68秒というのは岩水さん、ちょっと気になりますか。そうですね、ここのペースが落ちてしまうと参加標準記録が少し厳しくなってきますので、はい、ケニアの選手と一緒に前を追ってほしいですよね。改めて整理しますと、あ、今前を行っているのはこれ井上ですね。胸の番号8番が見えています。井上博人、三菱重工の井上が今日本の選手の中ではトップでレースを進めています。三菱重工の29歳、2017年世界選手権マラソン代表の井上です。 4000m の通過です。世界選手権の参加標準記録のペースからは遅れて5秒ほど遅れて通過ということになってきました。 4000m 通過の時点です。どうでしょう、この遅れ方というのは参加標準記録を望む上ではちょっと厳しくなってきてるんでしょうか。そうですね、ただし伊藤君や相澤君はラストのキック力があるので、はい、まだ、狙えなくはないんですけども、はい、ただ、ケニアの選手と一緒に行ってもらった方が、リズムはよく走れると思いますので、はい、ちょっと離れてますよね、はいはい、やはりこう相澤君も伊藤君で意識してると思うんですよね、はい、なかなかこう前に出れないというような状況ですよね。伊藤君がこう前、あ、そうですね、伊藤君がもう前に行きましたね。そうですね、伊藤が前に行って、それを相澤が追っていって、その後ろから田澤も追ってきます。田澤が世界選手権の参加標準記録を唯一持っています。前を行っているのは井上、その後ろ日本選手の中では松枝が上がってきました。富士通の松枝が上がってきています。東京オリンピックの 5000m の代表です。その後ろに伊藤達彦、さらに相澤、そして田澤、有力な選手が上がってきました。今3、4、5位というところに来ています。井上のこの1周は1分5秒です。さあ、これで有力な選手たちで言いますと、今日本のトップを行っているのは井上博人です。その後ろから松枝が追ってきています。この松枝が単独で走っています。その後ろに大きな集団の前の方に伊藤達彦、相澤明、そして田澤廉、この有力な選手が並んでいます。田澤だけが世界選手権の参加標準記録を持っています。ですから前を行く伊藤と相澤はですね、岩水さん、この前に出ましたね、相澤が前に出た、伊藤が少し下がった、田澤がついていく。相澤と伊藤は参加標準記録をマークした上で日本選手の3位に入らなければならない。記録も必要になってきますね。そうですね、はい、記録は狙ってほしいですよね、はい、少し相澤がペースを上げたのか。この先頭についている、井上くんや松枝くんとは春先から調子がいいんですよね、はい、ですからこのまま前を逃がしてしまうと、なかなか前その後半追えなくなってしまうので、相澤くんが前を追ってますけど、先頭の井上、この1周は1分6秒から7秒です。井上、松枝と続いて、松枝が前に出ましたね。今トップは松枝に変わりました。そして井上、その後ろに3位に相澤、4位に田澤、5位に伊藤です。そして6位には市田隆、この4月に1万メートル自己ベストをマークしたベテランも追ってきています。さらに腰ナンバー11番はトヨタ紡織10年目のベテランの大池です。井上が下がってきました。井上が落ちてきました。今先頭を行っているのはオープン参加の2人を除いて、先頭は富士通の松枝です。松枝弘樹は去年の11月に1万メートルの自己ベスト27分42秒73をマークしています。去年の東京オリンピック 5000m の代表選手です。松枝を、はい、積極的ですよね、彼は 5000m 専門にやっていて、昨年も東京オリンピック 5000m 出場してるんですけども、そうですね、クロカンの1万メートル、代表クロカンの1万メートルでも日本選手が優勝してるんですよね、はい、2月のレースで優勝しましたね、はいはい、で小田記念でも13分33秒で走ってますので、はい、ただちょっと苦しくなってきましたね。もともとは短い距離が得意な 1500m も戦場にしていたこの松枝です、はい、表情には余裕あるんですよね、はい、5000m を通過しています。 5000m の通過は13分49秒でした。
ですから世界選手権の標準記録のペースから言うと5秒遅れて 5000m を通過しています。はい、さあレースは相澤が追ってきました。その相澤を追っているのは田澤、さらに伊藤達彦、市田と追ってきています。さらにその後ろには大池がいます。松枝を吸収して日本選手の先頭集団6人、松枝を捕まえました。相澤が追ってきました。そして参加標準記録を持っている田澤、さらに去年のチャンピオンの伊藤達彦も追ってきています。この1周は1分7秒から8秒です。さあレースの展開としてはここであの有力な選手がですね、先頭集団今6人という集団を作っています。そうですね、予想されてたあの有力選手は前の方にいましたね。はい、参加標準記録、世界選手権の参加標準記録からは少しペースとしては遅いペースですけれども、まだまだこれ前をその記録を狙えるような状態ではあるんでしょうか。まだまだあの圏内だと思います。はい、はい、まあ、あの後半しっかりと上げられればあの、はい、まだあの可能性はありますし、あの相澤君が行くと伊藤君も行くんですよね。伊藤君が行けば相澤君が必ず行くので、はい、あの後半しっかりとあのスピードアップできるあの力はあるので、まだあのうまく今しっかり貯めて後半備えてほしいですよね。ただ先ほど日本選手6人が抜け出しましたが、その集団が後ろに追いつかれましたということは、ちょっとペースが落ちてきてるんでしょうか。そうですね、少しあのやっぱり今一番 5000m 過ぎてきついところですので、はい、あの今しっかりとあのリズムを作ってあの終盤粘っているところだと思いますね。はい、6000m の通過、あ、この1周は1分10秒かかっています。この1周はかなり時間がかかりました。ペースが落ちました。 6000m の通過ですから、世界選手権の標準記録のペースからは12秒遅れています。ちょっとここでペースが落ちました。先頭を引っ張ってきました松枝が表情を歪めました。その後ろを追ってきているのが相澤晃、旭化成、そして駒澤大学の田澤廉、さらにホンダの伊藤達彦、この形でレースを進めています。追ってくる相澤の動きはどうでしょうか。落ち着いてあの前を追ってる印象ですね。はい、田澤君はもうあの相澤君を意識した位置取りですよね。後ろにぴったり、はいはい、余裕があると思います。田澤は3位以内に入れば世界選手権代表内定です。 1000m ごとのラップを見てみますと、 4000m までが2分47秒でしたが、 5000m までが2分45、そして 6000m までは2分52ということで、この 1000m で7秒そのラップが落ちました。縦長の隊列になっています。この1周は1分7秒ですから、前の1周よりはまた3秒上がりました。そのラップのペースが戻りました。前を行くケニア人2人はオープン参加、先頭を行っているのはこちら富士通の28歳の松枝博樹です。元日の実業団駅伝では1区3位をマークしました。そして2月クロスカントリーの日本選手権で10キロ優勝を果たしている松枝です。追ってくるのは旭化成の相澤晃、日本記録保持者、駒澤大学4年生の田澤廉、その後ろ白いユニフォームがホンダの伊藤達彦です。伊藤は少し間から顔が見えていますが、余裕度というのはどうでしょうか。まだ少し横ぶれが出てきましたけど、はい、まだ表情は余裕があると思います。そうですか。今走っていて松枝君がですね、はい、いいこうクッションになってるんですよね、前を追って。クッションですか。はいはい、おそらく前 の, そのケニアの選手がペースが安定してないと思うんですよね。6800m の通過です。この1周は1分9秒です。また少しペースが落ちました。なるほど、ラップのペースが安定していない中、松枝が間に入ってクッションになっている。はい、そうですね、はい、やはり相澤君、伊藤君、田澤君は力はあるんですけど、やっぱりこのレース3位に入ることが大前提での、レースなので、はい、なるべくこう周りの力をうまく利用しながらこう走っている、ためながら走っている印象ですよね。まもなくバックストレートを走り終えますと 7000m の通過ですが、世界選手権の標準記録のペースは19分14秒、それを大きくもう過ぎています。ただですね、19秒遅れです。はい、伊藤君はラストの1周を56秒とかで上がる力があるので、はい、まだこの平均でのペースでの計算はできないんですよね。最後のキック力があるので、はい、大きな集団になっています。
有力の3人の後ろは市田隆、旭化成、トヨタ紡織の大池、スバルの清水、 YKK の森山、富士通の塩尻、旭化成の鎧坂、日立物流の栃木といったあたりがレースを進めています。さあ外から鎧坂が上がってきましたね。鎧坂が前を伺って市田隆の横に並びかけようとしています。日本選手の先頭、この1周は1分9秒です。1分9秒でこの1周来ています。世界選手権の参加標準記録のペースからはだいぶ遅れた。あ、ここで上がってきた、上がってきた。鎧坂が先頭に立ちました。鎧坂が先頭に立ちました。2015年7年前の日本選手権のチャンピオン、32歳、ベテランの旭化成、鎧坂が前に上がってきました。その後ろ、松枝、相澤、田澤、伊藤、市田、大池と続いています。この鎧坂の動きはどうでしょう。そうですね、非常に前を追っていい走りだと思います。リズムがすごいいいんですよね、はい、鎧坂君もマラソンを経て トラックに移行している段階だと思うんですけども、やはり旭化成の選手はこの選手権に合わせてくる力ははい、ものすごい高いと思いますね。それは男子の1組のところでもね、第6のが1着でフィニッシュをしましたが、はい、お話をお伺いいただきました、はい、その集団に3人残ってますからね、はい、7600m の通過、この1周は1分6秒に上がりました。鎧坂が先頭に立ったこのレースの終盤に差し掛かったところです。今先頭に立った鎧坂哲也は32歳、広島県の世羅高校から明治大学、ベテランです。この選手の中では2番目に年齢の高い鎧坂が一番先頭に立ちました。2月の6日の別府大分毎日マラソンで2位に入りました。2時間7分55秒というタイム、久しぶりにマラソン完走で自己ベストをマークした鎧坂です。日本選手は13人の先頭グループ、鎧坂が少し前に出ました。そして相澤がついてきました。田澤がまた追ってくる。松枝は少し下がった。伊藤も追ってきた。1位は鎧坂、2位に相澤、3位に現在田澤、そして伊藤がその田澤の横に並びかけます。市田と大池もその後ろから追ってくるというレース展開。松枝は少しその順位を下げました。ホームストレートを走り終えますと 8000m の通過です。相澤が前に出ました。相澤がトップに立って 8000m の通過です。この1周は1分7秒でいきました。22分22秒でこの通過をしています。さあ相澤が前に出て伊藤達彦が追ってきた。そして田澤は今3位、その後ろから市田と大池が追ってくるという展開です。日本選手は5人の集団、先頭集団を作っています。さらにその後ろからも選手が迫ってきています。胸のナンバー5番をつけているのはトヨタ自動車の太田智樹。太田智樹もいい位置でレースをしています。早稲田大学出身の太田。さあ終盤まで全くわからない展開になりました。3位を走っている駒澤大学の田澤廉は世界選手権の参加標準記録をすでに持っています。ですからこのレースで3位以内に入りますと世界選手権代表内定です。その他の選手は参加標準記録を持っていませんので、それを記録した上で3位以内に入ればこのレースで内定ということになります。トップグループ日本選手6人です。残り4周、8400の通過です。この1周65秒、相澤が前、追ってくるのは伊藤です。そして田澤も追ってくる。どうでしょう、相澤がこの集団を引っ張っていますが。そうですね、相澤君ここで、伊藤君が少し空いてますけど、はい、少し空いた。相澤君には少し余裕がありますよね。ありますか。先頭を行っている相澤には余裕がある。若干空いて伊藤が2位を行っています。少し表情は苦しくなった伊藤ですが、伊藤は苦しくなってから粘れる選手。伊藤君も少し空いてますけど、ここ追いついてほしいですよね、はい、参加標準記録は少しずつ離れてきました。周回遅れの選手を抜いていきます。市民ランナーの中村隆弘を抜いていく。市田が前に来た。田澤の前に市田が来た。3位に市田が上がった。田澤は3位以内に入らないとこのレースでの代表内定はありませんが、田澤はどうですか今。ちょっと離されています。少し腰が引けてますので苦しいところですけど、少し粘ってほしいですよね、はい、太田が前に来た。8800の通過、この1周は66秒。相澤が先頭、伊藤が追う、市田隆がそれを追って3位、田澤は6位に落ちた。田澤は6位に下がった。太田と大池がその前に来ています。
先頭は相澤明、日本記録保持者、日本歴代3位のタイムを持っている去年のチャンピオン伊藤達彦、少し離された、その差がついてきた。まもなく 9000m の通過です。世界選手権参加標準のペースからはだいぶ遅れてきました。20秒以上遅れてきています。さあ田澤は少し足が残っていないのか。このレースで日本代表を決めるためには3位以内に入る必要がありますが、ちょっと田澤が苦しい、ちょっと表情苦しいですね。そうですね、はい、お前を少し追ってほしいですよね。田澤が遅れた、田澤が遅れました。先頭相澤、その後ろ差をつけました。その後ろからは太田が来ますが、太田が来ました、太田が2位に上がった。トヨタ自動車の太田智樹が2位に上がりました。残り2周、相澤先頭で通過。この1周は64秒、またペースが上がりました。その差を広げて、その後ろ2位には現在太田智樹、そして大池が今3位、市田隆、伊藤達彦と続いてきています。参加標準記録の突破はちょっと厳しいペースになってきましたが、優勝に向けて相澤明、その差を広げています。それからこの中でも今水さん、はい、3位争いは重要ですよね。そうですね、はい、まずは3位を確保するってことが、はい、このレースの大前提ですので、その後ろは伊藤が上がってきたか、はい、伊藤君も伊藤2位に上がった、はい、相澤が逃げる、2位は伊藤だ、そして市田隆が来た、市田隆が現在3位、太田と大池がそれを追ってきています。相澤が逃げる、このホームストレートを走り終えれば残り1周です。さあ相澤の優勝は見えてきたでしょうか。そうですね、相澤君をもう日本人トップの可能性は高いですね。後ろもねしっかりとね伊藤君が追ってますからね。でその後は、市田君ですね。相澤この1周は63秒から64秒、またペースが上がっている。相澤が逃げる。おととしの12月の日本選手権では日本新記録をマークしての優勝でした。このレースでの世界選手権参加標準記録の突破はちょっと厳しくなってきました。ただ大きなストレート、大きなストライド、オープン参加の手も寄っていきます。まだスピードが上がる、まだ余裕がある、胸を張って素晴らしい走り、後続に差をつけています。今世界選手権の参加標準記録は超えました。2年ぶりの日本選手権優勝に向けて相澤明、大歓声の中、大きな拍手の中、優勝を決めました。相澤が優勝、2位で伊藤がフィニッシュ、市田隆が3位、その後ろから大池が今フィニッシュをしました。4位、太田が5位でフィニッシュしました。松枝6位、田澤が今10位でフィニッシュしました。このレースで3位以内に入れば世界選手権代表内定だった駒澤大学の田澤、最後疲れました、10位でのフィニッシュです。日本選手権2年ぶり2回目の優勝、相澤明。伊藤達彦、最後の追い上げは及びませんでした。連覇は逃しました。2位でのフィニッシュです。大学4年生駒澤大学の田澤廉は疲れました。ちょっと最後足が残ってなかったですかね。そうですね、少し後半は硬くなってましたね。参加標準記録を切ってない、選手はまだ6月26日まで の有効期限内なので、はい、突破すれば出場するチャンスはありますし、はい、まだ田澤君もですねしっかりゴールしてますので、まだチャンスはあると思いますよね。このレースで代表内定を決めるためにはというのが参加標準記録と3位以内です。今フィニッシュラインに向かっています。市民ランナーの中村隆弘、両手を広げてフィニッシュしました。38歳の市民ランナー、京セラ鹿児島の中村隆弘です。これで全ての選手がフィニッシュをしました。放送席、そして場内の皆様、男子1万メートル2年ぶりの優勝、相澤明選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。
いかがだったでしょう。ずっと前をずっと睨みながらレースを進めていきました。はい、まず本当にこの大会を開催していただいた関係者の皆様、そして、こうやって久しぶりの有観客で、応援してくださった、観客の皆様、本当に応援ありがとうございました。2年ぶりの、優勝ということで、まあ、1回だけの優勝じゃ、確かなものじゃないというふうに自分の中でも思っていたので、こうやって2回目の優勝を勝ち取ることができてよかったです。ずっとレースを進めながら最後結局 8000m のところから出てきました。はい、ペースメーカーの選手をこ うまく利用して走れれば勝てるなっていうふうにレースを走りながら感じたので、ちょっと早めではあったんですけど、2000m から前に行って後続を引き離そうという作戦で走りました。参加標準にどうかなと思うような展開になっていたんですが、あの辺はいかがだったですか。はい、前半ちょっと消極的に、行き過ぎてしまったところがあったので、そのままズルズル行ってしまったっていうのが反省点かなというふうに思います。しかしこの国立あのオリンピックで走って以来、また1万メートルにここからまた再挑戦ということになるんでしょうかね。はい、前回の、悔しさを胸に、今年ある、世界陸上、そして、2年後にある、パリオリンピックに向けて、頑張っていきたいなと思います。おめでとうございました。ありがとうございました。2年ぶり2回目の優勝、相澤明選手へのインタビュー、工藤三郎アナウンサーでした。レースの動きに拍手が沸き上がったり、どよめきが上がったり、国立競技場が沸きました。世界選手権の参加標準記録の突破はなりませんでしたが、見事なレース、2回目の優勝を果たしました。解説は3000m 障害でアテネオリンピック北京オリンピックの日本代表岩水嘉孝さんにお願いしてまいりました。はい、ではレースのハイライトです。2つの組に分かれて行うファイブレース、ランキングの高い選手たちが参加したこの第2組です。中盤の 4000m、 三菱重工の井上がトップに立ちました。そして松枝が上がってくるという時間帯もありました。有力な選手たちが前から縦に列を作る、そういった中で鎧坂が一度先頭に立ちました。32歳のベテランです。こういった中で相澤、伊藤、田澤といったところは集団の前の方に位置をしていましたが、 8000m ぐらいのところで相澤が先頭、伊藤がさらに追い上げて、田澤がそれを追っていくという展開になってきました。ただその後ですね、ちょっと粘りきれなかったのがこの駒澤大学の田澤でした。ペースメーカーの、まあ、オープン参加で参加していましたケニア選手の力も使いながらという言葉がこの相澤からはありました。2年ぶり2回目の日本選手権優勝です。解説岩水嘉孝さんにお願いしてまいりましたが、はい、あの相澤の言葉では2回目の優勝の意味、これを口にしていましたね。そうですね、やはり優勝するっていうことがまずは次のステップにもなりますし、はい、相澤君はやっぱり前半から序盤、いい位置取りでこうレースをして進めてましたよね。はい、それが印象的でした。やはりこの5月の日本選手権っていうのはやはりこの4月からのトラックシーズンが始まったばかりで、非常に難しい時期だと思うんですけど、今後ね、やっぱ世界選手権に向けて非常に楽しみですね。日本陸上選手権の1万メートル、国立競技場を舞台に行われました。今日3つのレースがすべて終わりました。最後に行われました男子の2組、 8000m のところで先頭に立った相澤明、この種目の日本記録保持者が力を発揮して2年ぶり2回目の優勝を果たしました。このレースの解説は資生堂ランニングクラブの監督岩水嘉孝さんにお願いをしてまいりました。
女子の1万メートルの最終的な結果です。ご覧の結果になりました。優勝は廣中璃梨佳、体調不良が伝えられていましたけれども見事なレース優勝を果たしました。2位は萩谷、そして3位に五島が入りました。五島は世界選手権の参加標準記録をすでにマークしていましたので3位以内ということで世界選手権代表内定、廣中と五島が代表内定ということになりました。そしてもう一人その参加標準記録を持っていました名城大学の小林の談話が入ってきました。チャンスをもらったけれども悔しい、調子が悪かった、大丈夫と言い聞かせながら走ったけれどもということです。そしてお腹が痛いと左脇を押さえながら戻ってきたという情報が伝わってきています。女子の1万メートルの結果画面でお伝えしています。小林は15位というレースの結果になりました。ではその女子のレースハイライトです。女子は世界選手権の参加標準記録を持っている五島が先頭に立ってレースを進めていきました。今談話が伝ってきました。名城大学の小林は序盤から少し遅れて後ろでのレースということになりました。そしてこちらが4人の集団、五島、廣中、矢田、萩谷、7000メートルというところ、廣中が前に出ていこうというところです。ここで帽子を脱ぎました。国立競技場がどよめいた場面です。7600メートルのところで廣中が帽子を脱ぎ捨てました。萩谷との激しいレースになりましたが最後は廣中、チームに合流して2週間という話を聞いていましたが最後はオープン参加の選手を追い上げて見事な優勝を果たした廣中璃梨佳です。そして3位に入りました資生堂の五島、参加標準記録を持っていました。7月の世界選手権代表内定ということになりました。廣中と五島2人が世界選手権代表内定です。女子のレースでは世界選手権の代表者が2人出ました。改めて岩水義孝さんに伺いますが、はい、女子ではこれ2人代表内定ということになりまして、はい、まあ、それぞれ力を出したということになりましたね。そうですね、それぞれが得意なレース展開に、どれだけこう持ち込めるかというところが勝敗のポイントになったと思いますので、はい、そういった意味では廣中さんも最後の自分のキック力をうまく発揮して優勝を勝ち取ったと思いますし、五島さんも、初めから先頭をリードしながら自分のレースをして代表権を勝ち取ったというふうに、思います。国立競技場では女子の表彰式が行われています。男子の1万メートル2組の速報の結果です。相澤、伊藤、市田というワンツースリーになりました。駒澤大学4年生、参加標準記録を持っている田澤は10位に終わったこの1万メートルの2組のレースでした。トラック&フィールドの日本陸上選手権は6月9日から12日まで連日生中継でお伝えします。どうぞこちらもお楽しみになさってください。今日のレース解説は岩水義孝さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。